ここの場所、覚えているでしょうか。あの、ツチノコを探してた回、あそこの時に、ここを訪れたんですけども、いい感じ、はい、あ、いける釣り上げろ、釣り上げる、おお、すげえ。女の子と男の子、二人いたじゃないですか。その男の子、女の子がね、ちょっと スタッフになるためにちょっと頑張ってるっていう情報を聞きましたね。うん、それで今ここに来てるんですけど、いや、嬉しいですね。やっぱりやりたいっていう気持ちが一番大事ですからね。うん、まあ、金のきびだんご、まあ、あの、金の卵からかけてるんですけども、まあ、未熟者が可能性を信じてやっていくっていうところに意味がありますので、あの、完成されてなくてもいいんです。未熟者がいいんです。話をお伺いしたんですけど、はい、あの、ひまりとりつきが今ちょっと頑張ってるっていうことで、うん、頑張ってるんですかね。頑張ってます。スタッフになりたいから。そうです。おー嬉しい。二、はい、人まだ学校ですよ、まだ、はい、コンビニあるじゃないですか、はい、あっちのコンビニにこう行かすような感じで、うん、ちょっとお願いします。はい、私ね、違う人がやってね、大変でかもしれない。じゃあ今日トイレで遊び行ってきていいよ。よし、宿題済んでいい。帰ったらしてよ。気をつけてね。うん。ひまり、どこ行きやん、どこ行きやん、どこ行きやん。お、ちょっとこっち来てよ久しぶりやな。こんにちは、お兄ちゃんがおる。どこ行きよん。あ、そうなん。いや、たまたまちょっと猫の映像を撮っとったよ。久しぶり。変わってないな。いや、覚えとってくれたな、俺のこと。猫おるやろ、そこに。せっかくやからちょっと一緒に撮影参加してよ。ちょっとだけやから、いい？おー、ありがとう。偶然、猫の映像を撮ってたら二人に会いました。お久しぶりです。覚えているでしょうか。まあ、せっかく会ったからなんかしたんやけど、なんかしとることとか、なんか二人がいつも遊んどることで俺も一緒に参加して一緒に遊ぶみたいなところとか。まだ宿題終わってない。嘘、宿題終わってない、うん、ちょっとぐらいやってね。いつも何してそのこの時間とか。遊びは、俺遊ぶ。遊べんの。スイミングある。あ、そうなの。今日スイミングある。なんか最近頑張ってることとかある。野球とか。野球か。勉強か。二人ともすごいな、偉いな。前さ、俺がリツキに会った時にあれしとったよ。J ボードっていうか、あれとか今やってない。毎日はやってない。でも結構やっとるん。いや、あれから結構できるようになったん、うん、あれとかちょっと見してよ、うんうん、それいいかどうか、じゃあお母さんに電話してみるよ。
もしよかったら30分だけでいいから遊ぶ時間もらってもいいですか？じゃあまた30分後にはしっかり返しますんで、宿題をやるように。はい、失礼します。 OK、 いいっておい、あれ？おー、スムーズになったな、前より。かっこええやん。すげえ。あれ、ひまりは？やらしてくれんの？一人の名前、俺のっけ。そっか、一つしかないもんな。あー、どうしようかな。そやな、ちょっと待っといて。これ、あの、たまたま持っとったんよ。俺は二人これでするか。意外と、意外とするの。うわー、危ない。なかなか難しいやろ、それ操縦。デコボコがあるから。あかんな、ちょっとの段差が命取りになる。よし、前二人のバージョン。よう乗れとるな、2人。マジでこんなむずいと思うんだって。どうやって進むの、これ。後ろ足、後ろ足を動かすの。そう。マジでようやれるな。ひまり話せ。お兄ちゃん話せ。ひまり話せ。やめろって。ひまり話せ。ちょっと。ひまり話せ。お兄ちゃん話せ。ひまり話せ。お兄ちゃん話せ。ひまり話せ。やめて。ちょっと痛い。ひまり。ちょっとやめて。ちょっとほんまやめて。やめて。やめて。痛い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 。リツキ、それ持ってどこ行くつもり？つけて。あ、しんど。疲れた。よし。オッケー、みんな映っとる。エマリー、早く、早く先頭。こら、ひまり、ひまり、おい、おお、うまいな。顔映ってない。僕このカメラ、スタッフを集めて、いろんなことができる。ああいう何か頑張ってる子を出てほしいから。2人にスタッフになってもらおう。いいですか？いいの？ほんま？よ
タッフになってくれました。よかった。よし、ということで2人にスタッフになってもらった記念に、スタッフの人にな、こういうものを渡してるわけなんですけど、じゃあ今後とも何かあった時にまた来ますので。そうそう、俺出番ないの？